クリス・クラッチャークリス・クラッチャーはアメリカ合衆国のヤングアダルト小説家。オハイオ州の生まれで、現在はワシントン州スポーケンに在住。彼の小説や物語の多くはワシントン州とアイダホ州を舞台にしている。クラッチャーの作品はその多くが個人的な問題を抱えた10代の少年たちのスポーツ活動を主たるトピックスとしている。彼の本にはホエールトーク。 ステイング・ハット・フォー・サラ・バーンズ、イロン・マン、キング・オブ・ザ・マイルド・フロンティア、ザ・スレッディング・ヒル、チャイニーズ・ハンド・カフス、アスレチック・ショーツ、ストータン、クレイジー・ホース・エレクトリック・ゲーム、アンド・ランニング・ルーズがある。長編7作は、すべて ALA のヤング・アダルト・ベスト・ブックに選出された。他に、マーガレット・エイドワーズ賞、アラン賞なども受賞した。クラッチャーの短編。 エイブリーフ・モーメント・イン・ザ・ライフ・オブ・アンガス・ベ n トンはアンガスというタイトルで映画化された。彼の作品は彼の取り上げるテーマや言葉遣いに反感を抱く人々からしばしば酷評されたこともある。彼はそれに対して10代の少年たちにとってありふれたものである言語で語るということが重要なのだと答えている。彼は作家としての活動のほかにファミリーセラピストや 児童養護の活動も行っている。ありがとうございます。